はい、まずちょっと予選2走目で初日、はい、まあ、3着ということ で、はい、まあ、やっぱりその、はい、ほぼ1着王というのが頭にありました。はい、まあ、でも昨日も今日も、うん、あまり自分の持ち味は出せてないなと思うので、うん、まあ、あれですけど、でも、まあ、決勝に乗らないと意味ないと思うので、うん、今日は1着取れてよかったと思います。まあ、本当に2日目のレースで行ってもそのジャンのところで行くかどうか、あと、まあ、鈴木さんがかなり踏んでいってたので、そうですね、うん、はい、また外並走になっちゃったんですけど、うん、まあ、落ち着いてできたのでよかったと思います。その最近 の、 その成長ぶりというか、かなり並走とか混戦になっても、はい、あの辺は実際どうなんですか、ちょっと多少当たりつつもその危なさはなく走れてる。まあ、でも、うん、あの田中貴博さんとぶつかっても、うん、あのやめない練習はしてるので、あ、うん、まあ、そこら辺はあのわざとぶつかりに行くっていうわけじゃないんですけど、うん、もし混戦になっても、うん、踏みやめないようにっていうのは意識してると思います。うん、確かにその怖いケースでもあるんでしょうけど、あそこを踏みやめないことが、そうですね、うん、踏みやめたら逆に転んじゃうこともあると思うし、うん、まあ、着ないと思う。確かにそれは高木貴博さん の、 その指導の賜物というか、そうですね、はい、明らかに本当にそれが大事というか求められるレベルになってると思うと、そうですね、力が拮抗してきたらするところもあると思うので、うんうん、はい、あとは、まあ、まあ、ほぼ決勝は決まりだと思うので、はい、決勝に向けてですけど、はい、まあ、一つ、まあ、話題になっているその岡山の真備町のこともあるので、はい、そうですね、はい、優勝するのが一番いいと思うので、うん、まあ、あと自力出せてないので、うん、明日はしっかり納得のいく走りをして優勝したいなと思います。やっぱり、まあ、そういう子供の頃住んでたところが被災するというのもなかなかないことだと思いますし、そうですね、うん、はい、その気持ちの高ぶりというか、なんとか、はい、そうですね、ちょっとでも力になれたらいいなと思います。ぜひその一番いい形で届けられる、頑張ります。頑張って、はい、ありがとうございました。